どうもポケールチャンネルのともやとゆうです。さて本日はこちら消化拡張パックポケモンカード151の発売となりました。イエーイ、来ましたね。ついについに発売となりました。ということでね、今までの動画では僕が一人で開けていったんですけれども、どうやらゆうさんはこの初代の、ね、151赤緑に思い出があるということで。はい、世代です。僕ゆうさんは赤緑、初代のゲームボーイでした。そうですね。僕はファイアーレッドリーフグリーンだったっていうことでね、ちょっと世代が一周ずれてるかもしれないんですけれども、確かに出てくるポケモンは同じなんでね、一緒にワイワイ開けていきたいと思います。はい、それじゃあ開けていきましょう。ちなみにゆうさんは初代のポケモン何を選んだんですか？人影でした。リザードンがやっぱりコロコロとかで紹介されてて、当時かっこよかったから絶対人影だと思ったけど、ゲーム中大変だったんですよそうですよね。最初がたけしで次がかすみなんでね、はい、もう大変でした。両方弱点疲れるし攻撃は入らないし、ね、なかなか大変です。じゃあ5パックずつ見ていきたいと思います。まず1パック目、よいしょ。狙いはやっぱり、何ですか？狙いはやっぱりエリカかリザードンが欲しいなって思いますね。欲しい。リザードン好きなんでいきたいと思います。ガーディアーボ、ケーシーの謎の草を1パック目からリザードン EX 当たりました。いい。僕も初代で一かけ選んだので、やっぱリザードンには思い入れがありますね。ちなみに僕はちゃんとこれをコンプしますよ、ミラーで。お、151ミラーするん、コンプするんですか？はい、します。これマスターボールもあるっていう噂ですけど大丈夫なんですかね？いや、ミラーでコンプしますどっちのミラーとは言ってないですね。あ、これはいいな。ラッキー当たりました。ミラー、ラッキーのミラー可愛いな。ラッキーのミラーね、対戦でも使うのでミラーいっぱい集めたいなと思ってます。あ、確かに。で、サンダース。あ、サンダースも僕、最初のイーベの進化系はサンダースにしましたね。ああ、雷の石で。ちゃんと進化させたんですね。かっこいいっすよ、サンダース。ちょっとこの、モフモフ感というかトゲトゲ感がたまらないっすよね。よいしょ、ピジョン。お、ラグトリオ。お、いいですね。ラグトリオは何か思い出ありますか？いや、ないっすね特にないっす特にない。なるほど、うん、悲しい。あ、でも、はい、これあるあるなんですけど、ゲームボーイって最初真っ暗で、はい、洞窟最初に入るときに何も見えないんですよ。あ、勘でやるしかなくて、はいはいはい、の時にこいつが毎回出る確かにフラッシュ使わないとね、真っ暗ですもんね。そう、うん、いや、あのあるあるありますよ多分みんな確かにな。なんなら最近のゲームですらたまにそれやらかすことある。あります。ありますよ、普通に。いや、あれは真っ暗すぎてなんだか分かんなかったですからね本当にね、最初そのルールとかも分かんない状態で始めちゃうとね。特に昔は攻略本も遅かったじゃないですか。ああ、確かにそうですよね。そう、大変でしたよ。なるほどな。ゴース、イーブイ。あ、いいっすね。イーブイいいっすね。やっぱかわいい。初代のポケモンといえばイーブイです。入ってきますよね。ドガース、シャワーズ、これ地味に対戦でそのうち使えそうですね。ゾロアクバレットで。お、エリカの正体来ましたね、はい、これは多分無限回収の一つですね絶対。特にミラーとかね、 SR なんかは人気上がりそうですね、うん、これ。そうそう、せっかくならこのね、不思議花、リザードン、カメックス全部でデッキ作っていきたいですよね、はい。じゃあ6パック目以降見ていきます。アーボ、カラカラ、ポリゴン、秘密の琥珀のミラー。おー、ガルーラ EX の SR。で今回 SR 全部俺好きなんですよ。ただ全種類これの SR 欲しいです確かにね、151枚全部、うん、151これがあった方が俺は嬉しかったいやー、買えないどころの騒ぎじゃなくなっちまいますよ、そんな。でもいい、うん、いいな。いいっすねこれ。かっこいい。地味にルギアデッキに入ってくるかもしれない性能をしてるので、ちょっと要注目のカードですね。ガルーラはね、メガガルーラを使ってた時がゲームで一時期あって、あのね、能力がやばかったんですけど、カビゴンのアートレア出ました。これマジでこれはいいな。可愛いんすよね、カビゴン。大好きでしたもん。いやー、ゆうさんなんかカビゴン好きなイメージありますよね。そうですね、よく言われるんでそれはどういう意味ですか？いやー、いろんな意味でゆうさんがどんな人なのか見てみたい方はぜひポケール杯にお越しください。あのね、リグダとね、ポッポが見てるイラストがたまらんすね。これかわいいな。これいいな。ちょっ
ゲームと一緒ですね。当選簿してますからね。笛吹かないといけないんじゃない。確かに橋のねところにね、うん、寝ててね。再現ちゃんとしてますよこれ。あーこれエモいっすね。いやエモい。無限に語れるわ。ちょっと50枚ぐらい欲しいですね。カビゴンも無限回収。無限回収したい。今回いっぱいありますよやっぱり。本当になくなっちゃいますよなんかね。オムスター。榊のカリスマ。これも無限回収。やっぱボスって言ったら榊のイメージありますよね。そうですね。ボスの指令とかもいっぱい出てるけど、どうしても榊のカードを使いたくなっちゃう。そうですね。榊ですよやっぱり。榊と博士は大木戸で揃えたくなりますね。目のクラゲのキラーとイドキング、ウィンディ、ヤドラン。そして10パック目見ていきます。早いうちに SR が出たのでまだ2枚箱を期待したい。ガチガチバンドのミラー、あ、これは普通に対戦で使えるやつが光るので嬉しいです。モンスターボール柄です、ね、いやガルーラガルーラ2枚目結構気に入られてますね。ガルーラこんな出るならちょっとルギアに入れないといけないのかもしれないですね。入れろよって感じ、ね、入れろよって圧が言いますね。白ルギアですね。白ルギアワンチャンね、カビゴンと同じような使い方ができて火力も出せるんで入ってくる可能性は全然あるかなと思います。HP も230高いんですよね。強いですね。で今回はこれ全部で20パック入りなので後半の10パック見ていきたいと思います。はい、後半見ていきましょう。和田つぼみ、ガーディ、ビジョン、あスリープのモンスターボールのミラー。いいな。でドードリオ。これもね地味にゾロアークデッキ強化になりそうな性能をしてます。でケンタロス。不思議草12パック目お、コイキング出てきました。いやこれそうですね。これには結構思い出あるんですけど、小学校のねあるあるだと、うん、多分僕たち世代だと分かるんですけど、コイキングがミュウになっちゃうんですよ。コイキングがミュウになる話出てたんですコイキングってミュウなんだぜって小学校の頃めっちゃ流行ってました。ネットとかないと案外信じちゃうかもしれないですよね。昔ネットなかったんだね。なるほどな。こともあって思い出深いですよこのコイキング。そしてニャース、あいいなニャース。ロケット団といえばねニャースです。ニャースなんでニャースかわいいな。かわいいっすね。今回イラストが斉藤直樹さんということで、うん、いいっすね。ストレーターもいいっすね。この SAR があったらよかったニャースのアートレアとか入ってるんですかね。わかんないっす。無限すぎる。キャタピー、もうキャタピーまであるのは全部あるんじゃないですか。ないっすねこれ。トキワの森でね最初に出てくるね。こいつに5時間ぐらいは戦いましたこいつは。人影でねちょっとたけし倒すにそんぐらいやんないと苦しいかもしれない。もう最初はね草でね燃やしてないといけないんで本当にお世話になりましたねこのポケモンの。そして3枚目のダブルレア不思議花 EX 当たりました。いいな。これも可愛いですね。もうリザードン不思議花と来てるので、うん、せっかくならカメックスも当てたいです、うん、カメックス当たったら熱いですね。当たったらマジで熱いですね。あとはミュウも欲しいんですよね。あ、ミュウね。欲しいんですよ。もうね。伝説ですよ。伝説なんでやっぱ当たりづらいんすかね。当たりづらいんじゃないですか。そりゃそうっすよね。お、コイキングのミラー。お、いいっすね。お！ちょっと、言ってたら来ちゃったな、2枚箱。いや、これは可愛い。これは可愛いな。これいいな、マジで。いやピカに輝くミュウ。UR 枠。UR 枠。あるんですね。これいいっすね。25周年の色違いミュウと並べて飾るのもいいし。いやこれは使いたいミュウですよ。これね、サーナイトデッキにもルギアデッキにも入ってくるので、うん、全然対戦用としてこれ使えます。このやっぱアップがいい。これいいっすね。フルアートの全体が収まりきる感じ。かわいいし。あよかった。いやすごいな。嬉しい。もう文句ないっすね。もういい引きですよこれは。もう今日はいい日なんじゃないですか。今日は朝から幸せですよ本当に。もうさすがに SR 枠はないと思うので、なんか今回伝説のパックでもあるらしいっすよ。伝説のパックあるんですか、はい、SAR が2枚入ってるという謎のパックがあるみたいですよ。マジっすか。サイクラスでしか聞いたことないんですけど、が今回あるとかないとか、あったらやばいっすよねマジで。お、カメールのアートレアとキューコンのダブルレアがありました。勝ちですな。勝ちですね。いやカメールのねこのカメックスの SR とかもあるからね。いいですね。全部
ちょっと3枚進化ラインで揃えたいですよね、あれは。そう、でも今回ポケ戦で言って3連ローダーの御三家の SR を揃いたいんですね。で飾りたいんですよ。なんか専用の3連ローダー出ますね。あれでちょっと SR を、うん、でいいんで。確かに SR でもね、あの SR かっこよすぎですね、うん、3つとも3つ並べるとちょっと壮絶ですよね、うん、25周年と一緒に並べて。確かに25周年もね同じようなのがあって、マスターボール仕様はゴーリキーでした。なかなか無理ですね。一箱に1枚しかないって考えると、これは無理ですよ。だって150箱開けないといけない。でも最低でも151箱開けないといけない、うん、どうなんすかね。箱1ってなるとちょっとどうなるか全然読めないっすよね。ハイクラスのエネルギーの SR とかとはちょっと訳が違いますもんね、うん、あ、フーディン、あ、いいっす、ダブルレア。これでこれ5枚目、5枚入ってんすかね今回。いや5枚も入ってんすね。結構上振れなのかな。上振れかもしれない。4枚から5枚じゃないですか毎回感じだと。でも2枚箱でダブルレアも5枚だと、ちょっとこれは壊れちゃったんじゃないですか。これちょっと今日一日なんか良くないこと起こる可能性あります。ミュー当たっちゃってますから、ね、まあ確かに。伝説のミューが当たっちゃって。ミュー当たってんのか。すごいな。あ、人影のミラー。あ、いいな。これは嬉しい、やっぱ。いや、いいっすね。人影のミラーは嬉しくて。エビワラ、キングラ。残り2パック、サクッと見ていっちゃいましょう。ロコン、スリープ、ヒトデマン、ポップ、ポのミラーとスターミン、そしてゴルバット、ラプラス。やばいな。やっぱミラーいいな。ミラーいいっすね、本当に。何でもミラーが勝ちですよ。やっぱね、光らせたい人とかコレクションしたい人はどうしてもいいもので揃えたくなっちゃいますよ、ね。いや、いいっすね。サキントが当たって、お、ブースター。これも可愛いっすね、イラスト。いいっすね。いいな。で、カイロスとラスト1枚がドククラゲでした。はい、ということで今日は強化拡張パックポケモンカード151一箱開封していきました。出たカードがこんな感じです。もうね、 SR のガルーラからのミュウの UR 当たっちゃったっていうことで、もう言うことないっすね。これはパッケージの UR が引けたっていうのは本当に嬉しいし、これはもうガンガンこのミュウ対戦で使っていきたいと思います。これからもポケウルチャンネルではポケモンカード151の開封だったり、こちらの診断のカードを使った対戦動画もどんどん上げていきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。ポケウルチャンネルでは自主大会であるポケウル杯を毎月開催中。詳しくは概要欄からツイッターをご覧ください。それでは。